KSP-58 はスウェーデンで国産化された FN マグである。1958年にスウェーデン軍が採用した。全軍で広く使用されていたが、1990年に KSP-90 が採用された後は、車両や船舶の積載用機関銃として運用されることが多い。正式名称は58年型機関銃を意味する。採用当時、 軍部では短期艦銃及び自動小銃を近代的な突撃銃で更新する計画を立てていたものの政治的な議論によりモデル選定は大幅に遅延していた。そのため 7.62EX51mm ナトーダ弾を使用する FN マグキ関銃を原型としながらも KSP58 は M96 小銃や M 40日同小銃と同一の標準小銃弾 6.5X55mm 弾を使用する機関銃として設計された。1964年、新型突撃機銃として 7.62EX51mm 弾を使用するアキオン小銃が採用される。これに合わせて 7.62EX51mm 弾使用である KSP58 バイトが設計され、 1970年代を通じて回収が行われた。陸軍の主力部隊では、1960年までに、KSPM-36 機関銃を完全に更新した。一方、海軍沿岸砲兵隊や要塞部隊では、以後も旧式機関銃が使われた。もともと、KSP-58 は3人で運用する装備とされていた。これら3名の兵士からなる。 機関銃チームは、しばしば援護班や、援護小隊に組み込まれていた。その後、66年不評旅団編成や77年、不評旅団編成といった、陸軍内の部隊編成制度の変更によって、機関銃チームは、射撃班と統合され、以後は指揮者を除いた二人で運用する装備とされた。1990年代に入って、陸軍の機械化が進むと、 車両搭乗時の都合から、KSP58 に、装填手を付けずいてのみに運用させることも増えたが、持ち運べる、予備弾薬が2人運用時よりも少ないという問題があった。この点は、射撃反付機関銃を昇降系の KSP90 に更新する理由の一つとなった。KSP90 の採用後は、車両や船舶向けの積載機関銃として運用されることが多い。 海軍水陸両用軍団の一部では二人で運用する機関銃として KSP-58 が配備されている。また、強度防衛隊でも二人運用の機関銃として広く配備されている。KSP-58 は団体装填式の機関銃である。団体は50発ごとに区切られていて必要に応じ複数接続することができる。ただし、装填時には 最初の一発を外さなければならないため、装填数は49発や99発などとなる。団体は布製ポーチか金属製弾薬箱に収納して運搬される。布製ポーチには一区切り分の団体が収められており、弾薬箱には250発分の接続された団体が収められている。重心は数秒で交換できるように設計されている。スウェーデン軍においては、 250発の射撃を行った。あとは冷却のために予備重心への交換を行うよう定められている。標準的な KSP-58 は、機関銃本体、重心2本、重心ケース、弾薬箱2個、弾薬ポーチ2個、フガは、クリーニングロッド予備部品、手入れ用具が木箱に収められた状態で引き渡される。このほか 雪上設置用の台や演習用空砲アダプタなどが付属する場合もある。KPS58 空砲アダプタ及びレーザー光線装置を取り付けた KSP58 バイト。団体は50発用ポーチに収められている。空砲であることを示すために弾頭が赤く塗られている。従来のモデルと同等の機能を備えつつ、重本体の重量は 3kg 軽量化されているという。 7、62mm クラピールデュージャ KSP-58。ジェスティケイトサバギー。2015年10月29日、閲覧。ABCDEFGH、カルスプルータ58。SOLDF.com。2015年10月29日、閲覧。AB、リンドファース、アーバン、ピーターソン、ウルフ、レッド、トラップハーサックメドレネビレッドオマダファイラード。 KSP58 バイト。印刷ファースバーシド27-1652-3571。ゼネラルパーパスマシンガンズ・オブ・スウェーデン。ゴシア・アームス・ヒストリカル・ソサイティ2015年10月29日。閲覧。ありがとうございます。